ジョニー・エドワード・バーベートは、アメリカ合衆国フロリダ州マイアミ出身の、プロ野球選手、ウト右ミギ MLB のトロントブルージェイズ参加に所属。2010年の MLB ドラフト6巡目で、サンディエゴ・パドレスから指名され、プロ入り。2011年に、参加の A-9、ユージーニ・エメラルズで、プロデビュー。15試合に登板して1勝4敗、防御率4.89。 50奪三振を記録した。2012年は A 級フォートウェイインティンキャップスでプレーし、48試合に登板して6勝1敗3セーブ、防御率1.84、84奪三振を記録した。2013年は A 級レイクエルシノアストームでプレーし、49試合に登板して3勝6敗14セーブ、防御率5.01。 89奪三振を記録した。オフにはアリゾナフォールリーグに参加し、ピオリア・ハベリーナズに所属した。2014年は a 級サンアントニオ・ミッションズでプレーし、6月上旬までに27試合に登板して2勝2敗16セーブ、防御率2.87、33奪三振を記録したが、6月10日に右肘を故障して、残りシーズンを全球した。 2014年12月29日に、ショーン・ケリーとのトレードで、ニューヨーク・ヤンキースへ移籍した。2015年は、参加の AA 級、トレントン・サンダーとトリプル A 級、スクラントン・ウィルクスバリ・レールライダースでプレイし、2球団合計で40試合に登板して6勝2敗、3セーブ、防御率2.67、70奪三振を記録した。 オフの11月20日にルール5ドラフトでの流出を防ぐために40人枠入りした。2016年はメジャーの開幕25人枠入りし、4月5日のヒューストンアストロズとのシーズン開幕戦でメジャーデビュー。この年メジャーでは13試合に登板して1勝2敗、防御率7.62、15奪三振を記録した。2017年はヤンキースでの登板はなく、 4月12日にディフェとなった。2017年4月17日に後日発表選手とのトレードでピッツバーグパイレーツへ移籍した。この年は24試合に登板して0勝1敗、防御率4.08、23奪三振を記録した。2018年1月4日にディフェとなった。2018年1月11日にウェーバー工事を経て、 デトロイトタイガースへ移籍した。この年は7試合に登板して、防御率12.15を2脱三振を記録した。9月11日に DF となり、13日に40人枠外、オフの11月2日に FA となった。2018年12月20日、NPB の北海道日本ハムファイターズと契約した。2019年はわずか15試合の登板。 2勝2敗、1ホールド、防御率5.63の成績にとどまり、同年限りで対談した。2020年1月27日、米独立リーグアトランティックリーグのサマセットペートリオッツと契約した。2021年は、北米独立リーグアメリカンアソシエーションのリンカーンソルトドックスと契約した。6月3日にトロントブルージェイズとマイナー契約を結んだ。 フォーシームにスライダー、カーブのコンビネーションで投げるパワーピッチャー。一番の武器はスライダーであり、右打者には抜群の強さを誇る。ありがとうございます。